はい、皆さんこんにちは、ダンサーのラーソンです。はい、実はですね、今イギリスのカントリーサイドに住んでるんですが、ロンドンから1時間離れたところ、1時間ぐらいかな、離れたところにいます。はい、で、6月の1日ぐらいから来て、で、数日ゆっくりできたので、先日ですね、ロンドンの方に実際に、行ってきました。で、まあ、ロンドンはこれで2回目なんですが、一人で行くのは初めてです。はい、で、ちょっと今後僕の、旅日記といいますか、記録を皆さんにもお届けできればいいなと思ったので、動画を作りました。で、その動画ちょっと長いので、前編と後編、前編後編に分けて、作ったので、皆さんまずは前編から見ていただいて、で、体力が残ってれば、後編も見ていただいて楽しんでいただければいいかなと思います。はい、引き続きね、更新はしていこうと思うので、ぜひよかったらね、チェックしていただければ嬉しいです。では、前編からどうぞ。髪の毛ボサボサですが、ロンドンへ行ってみようと思います。バイバーイ、バイバーイ。ここがね、近道っていうことでね、森です。森を抜けたところに駅があります。はい、ここがですね、家近くの駅でございます。トラベルカードというものがあるんですけど、これで行ってみようかなと思います。ロンドンの、ウォータールーっていうところにね、着きました。わかるかな、こんな感じ。今からどこに行くのか。はい、ここがね、ピカデリーサーカス。今ライブをやってるみたいで、人が集まってます。なんとなく思いついたのがピカデリーだったんで来てみました。ちょっとね、この辺を散歩したいと思います。このドリンクなんですけど、普通のオレンジジュースなんですが、完全に搾りたてということでちょっと飲んだんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。はい、いただきます。でもでかいな、でかいですね。美味しいですね。てか揚げ物に揚げ物って、これめっちゃカロリー高いな。ほんで今日ね、朝から頭痛くて、ね、あまり会話ができないんですけど、まだ頭痛いです。うん、なんでこれを選んだんだろうって思うぐらい重い。うまい。実はね、みんな見えないかもしれないけどね、僕の足元に歯とかやったら今ね、止まってます。僕の食料を、ね、狙ってます。いかがだったでしょうか。前編でした。
はい、後編はタワーヒルっていう駅に降りたので、こんな感じで、ちょっと動画を作ってるのでよかったらチェックしてください。タワーヒルに降りてからね、ちょっとしたトラブルも、トラブルというか、トラブルっていうのかな、もうありつつ、楽しい散歩になりました。よかったらね、ぜひ見てください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。